とはあれ気になってるでしょ。うん、気になる。あれ何、あれ、あそこに一人ご招待したいなと。そこの膨れてる愛香さん。いらっしゃい。いらっしゃい。いらっしゃい。手をつなぎたかったのは衝動ではなくてごく当たり前ですね。ちょっと羨ましいよ。いや、この前のカクテルパーティーの時にさ、なんかこう勇気を出していろいろ話をしてくれた。だから愛香さんとゆっくり話した方がいいなと思って。俺もすごい真剣だし、愛香さんもすごい真剣に考えて覚悟を決めてくれてるんだなっていう気持ちが分かって、それはすごい嬉しい。俺もそれだけ真剣だから。今までってさ、例えばお付き合いしてきた人がいる中でさ、そういう人たちと結婚を考えたことってなかったの？嫌な質問だった。コンプレックスもあったけど、今まで2人しか付き合ったことなくて。それは全然いいじゃない、でもなんか本人がコンプレックスだと思ってることって人にしてみたらさ、どうでもいいじゃん。例えば彩香さんが今まで付き合ったことのある人が1人とか2人とか、とか別にどうだっていいじゃん、って思うもん。私のコンプレックスを取り除いてくれそうな、すごく信頼できる男性だなって思いました。鶴ちゃん何話すの？わかんない、マジで。他は？脱いで。脱ぐ？脱いでるよ。脱がしてるよ。何のチェック？これは匂いが出る。もちろん。こっち向いた。え？何？え、何？だいぶ照れました。あの硬い表情してたんじゃないのかなと思います。あ、何やってんの？なんか お店に見えんねんけど、ほんまやったら嫌がるかもってビビるところを考えずにゴンっていける。なんか羨ましいっていうのもあるし、よういけんなみたいな。だって普通あそこまで無理やろ。今のうちだけ好きなことしとけばいいじゃんって思ってます。あの人の命あと3日かもしれないし、私はあの人には絶対に負けません。よし、行くぞ。行くぞ。クラちゃんビビりすぎる。一瞬一瞬二人きりでいるときはこっちに向いてくれてるのかもって思うけど、実際私を呼んだ後はいいクラちゃんを呼んだし、私の気持ちはどんどん日に日に増してるけど、久保さんの気持ちはまだわからないかもしれない。今日のできる限りのことは伝えられたと思う。だからもっと知りたいですね、彼のことを。